ます。駅前をご通勤、ご通学の皆さん、おはようございます。今日は朝から一日になりまして、足元が大変悪くございます。気をつけて、ご通行いただければという形で思います。今日、月曜、恒例の月曜の声でありますが、いつも皆様にお伝えをしております中川博史県会議員が視察の関係で、今日はいません。代理で臨時リーダーで市会議員の横尾知事ですけど、皆さんにお伝えをさせていただきたいと思います。12月の市会議会は19日まで、12月2日から19日まで18日間開催をされ、先週終わりました。今回審議された、12月議会に審議された主な議案は、一つは、指定管理者、これは公の施設の管理運営を外部に委ねる手法で、民間企業や NPO 法人、自治会、ボランティア団体など幅広い団体や、松本市のいろんな施設を管理運営をしております。今松本の施設の180の施設がこの指定管理者制度という形の中で、指定管理者によって、運営をされておりますが、大体5年で契約が見直しをされます。今回その5年を迎えた32施設18件の指定管理者の指定が議題として予定されました。私は今総務委員会に所属しておりますけど、総務委員会ではそのうち6件が審議をされました。出された6件のうち複数の人が手を挙げたのは1件だけで、あとの5件はいずれもこの間5年間やってこられた指定管理者が引き続き受けるということになっております。その他には市の職員や特別職の給与、そして委員の方針について国に準じて改正する条例、また来年4月から実施されます会計年度任用職員制度、これは 松本市をはじめ、地方自治体に勤めております、臨時、職宅といわれる非正規の職員の皆さんの雇用形態、これが今まで正規をされておりませんでしたが、これが国の一つの制度として統一されてくることになりました。このことによって臨時職宅の人たちの雇用形態が会計年度任用職員という形で位置づけられるわけでありますが、それが来年の4月から実施をされます。それに関する条例が出され承認をされました。また一般質問では私も含めて21人の議員が質問いたしましたが、私は松本市の契約に関する方針についてと松本市の労働行政について質問をさせていただきました。松本市の契約に関する方針については、県の同様の方針がありますけど、それに準じて実施をするということになっております。今日も今シーズンに入って一番の日になっておりますけど、台風19号の被害などを考えると、この冬雪がどう降るのか非常に不安があります。何年か前に松本市も大きな雪がありまして、その時に、市の除雪体制が整わないということで、市民の方からいろんな苦情が市に寄せられたことがありました。その原因の一つは、除雪をする機械を持っている土木業者もとか、また働いている労働者が少なくないなくなってきて、急にそういう緊急災害体制に対して十分な体制が取れないという状況が背景として一つあったわけであります。この契約に関する条例ですけど、そういうところを見ますと、やはりそういう建設業を含めて現場で働く人たちのがいるということは、私たちの市民の生活を守る上でも非常に重要になっているわけでありますけど、かつて非常にダンピングというか安い勢いで競争がありまして、結局その安かろう悪かろうじゃないですけど、働く人たちの資金が十分に払われない、保障されない状況がありました。
まあ、俗に言う三級なり五級言われる特殊だったわけであります。そのことによって、そういうところに働く人たちがなかなか後継者が育てないという状況が生まれたわけであります。そんなところで、この間自治体としてもその後継役を見直す、で入札価格の見直しをする等の方策が届いておりまして、県もそういう方向で県の契約に関する方針が作られたわけでありますけど、まあ、今年もこのそういう契約に関する方針が作られております。ですがまだまだ内容的には十分なところがありますので、例えばビルの施設の清掃する仕事はとか管理する仕事、これは今業者の見積もりで入札が行われております。そうすると、まあ、入札ですから安く出るわけですね。結局こういう仕事はほとんどの費用が人件費になるわけでありますから、安ければその分だけ、働く人たちの賃金が下げられるということになります。まあ、これはちょっと非常に問題があるということで、県はこの入札価格について、国交省国が示す工事の人件費などを算定をして、その請負額の一つの基準を定めております。松本市でもそのようにするように私としては要望したところであります。また松本市の後継役に対する方針についても、今市の中にだけその改善はされてきておりますけど、検討して国とか県がやった内容をやっておりますけど、やはり松本市独自の松本市の状況もあります。市議会を作って、まあ、企業も業界、それから働く労働者、そして弁護士などの地域にも入ってた、そういう市議会を作って、みんなで本当にいい松本を作っていくためにはどうすればいいかという市議会を設置をしてほしいという要望をいたしました。また2点目としては松本市の労働行政について質問したわけであります。まあ、来年の4月から、まあ、この間は働き方改革と言われますけど、来年の4月から、同一労働同一賃金と言われるように、今までの非常に全国に2000万人にも及ぶ実績労働者のやはり労働条件、劣悪な労働条件を改善していこうということで法律が施行されます。まあ、そういう状況をですね、やはり行政もそうですし、労働団体、事業者団体が力を合わせて、やはり改善していかないと、法律がいくらできてもいけません。そういった面では、非常に労働行政が重要な位置を占めてきているわけであります。松本市は、県内でも労政課という労働行政に特化した課をずっと作って力を入れてきております。本当に中小に組織のそういう働く人たちのとか、そういう保障するためのいろんな制度をこの間作ってきておりまして、まあこれは高く評価されるところがあるかと私は思っておりますが、この労働行政をより一層ですね、充実してほしいということを要望いたしました。そんなことで、12月以来正解になりましたけど、またもうじき来年、今年も終わりになります。ぜひ皆さんが本当にいい年を迎えられるように、お祈り申し上げまして、今日の月曜の声代表からのお伝えを披露させていただきます。ありがとうございました。